この生活の虜になっちゃうよ、レイレイ。光を失ったお下がりの宝石を残し襟まとって、まるでフィクション、それパネーション、受けた気分になってんだ。足かせと鎖に縛られて、たった一度の光で会うため、この部屋でずっと忘れた何かを待つ囚人とされたものはまんべんなく残さず平らげて、優等生なし人誰よりも無個性だった。住めば都ってくらいのか、まだ何度も何度も吐き捨てて、挙句の果て食べる行為がそれ自体が苦手になった。その後